エトラちゃんは見た。私はカリン。アカネ、おやつだよ。はーい。一児の母で、もうすぐ二児の母になる。アカネちゃん、今日は何して遊ぼうか。じいちゃんとお絵かきするか。ほら、じいちゃんが描いたニワトリさんだぞ。怖がってるじゃない。頑張って描いたのに。すまんすまん、大丈夫だぞ、アカネ。まったくお父さんってば。ほら、大丈夫よ。絵本読んであげるよ。上の娘、アカネはもうすぐお姉さんになるが、まだまだ甘えたがり。たまに会う両親にも、溺愛と言えるほど可愛がられている。ただいま。お父さん、何してんの？ゆすりはん、お帰りなさい。ただいま、アカネ。今日も可愛いわね。今日、徳瀬さんは？ちょっと用事があって。でも、もう少ししたら迎えに来てくれる予定よ。何か困ったことでもあるの？え、なんか瞳に憂いがあるわよ、お姉ちゃん。そう？昔からゆずりははお姉ちゃん子供のね。で、何を悩んでるの？なるほどな。つまり、下の子が生まれた後で、アカネと下の子、二人の子供をしっかり平等に見てあげられるか不安だと。私の両親は私とゆずりは、二人の姉妹を分け隔てなく愛してくれた。平等に接してしっかりと育ててくれたのだ。お腹の中で新しい命が大きくなるにつれ、アカネがどんどん成長していくのにつれ、それがどれほど大切でどんなに難しいか考えずにはいられなくなっていた。お父さんもお母さんも私たち二人ともちゃんと見てくれたし、嫌なこととか我慢したこととかもほとんど覚えがなくて、それが私にできるかなって思ったら。ガリ、私たちもね、あなたとゆずりはと完璧に平等に育てるなんてのは。ま、無理だったな。え、どういうこと？ああ、誤解するなよ。どっちが可愛かったとかひいきしたとかそういうことじゃねえんだ。まあそうか、カリンも小さかったしな、覚えてなくても不思議じゃないな。そうね、あれはね、あなたがまだ3つか4つくらいで、ゆずりはが生まれたばっかりの頃だったかしらね。あらあら、ゆず、お腹空いたの？ママ、お腹空いた。おやつ。カリン、ちょっと待ってね。お腹空いたな。よしよし。カリン、お腹空いちゃったな。カリン、もう少ししたらおやつ準備するから待ってね。はいはい、どうしたの？お待たせ。はい、おやつよ。ねえ、ママ、絵本読んで。お父さんも仕事が忙しくなった頃で、毎日バタバタでカリンとゆずりは二人を育ててたわ。そんなある日、もうカリン、そろそろ夕飯よ、起きなさい。ママ、起きれない。え、立てない。ママ、足動かないの。ふざけないで、ちゃんと立って。ね、立てない。本当に突然、何の前触れもなく、カリンの両足は全く動かなくなってしまったの。カリン、足痛いの？他に痛いところとかない？ただいまー、ゆずりは。カリン、パパが帰ってきたぞー。あなた、お、どうした？カリンが、カリンの足が。カリンちゃん、うん、これわかるかい？うん、感覚はある。吐き気や頭痛もない。手とか足がピリピリしたりしないかな？先生、どうなんでしょうか？脊髄や靭帯、どこか痛めているのかと思ったのですが、見たところそんなこともないみたいです。結局原因は分からず、他の病院にもかかってみたけど、カリンの足は全然動かなかった。上半身の力で寝返りしてる。寝ている時でさえそうなのだから、わざとじゃないということは確かだったわ。そんな中で出会ったのが。さてと、お名前教えてくれるかな？カリン。うんうん、カリンちゃんだな。先生は赤松、赤ちゃんって呼んでくれ。変なの。小児科の赤松先生だったの。あーして。ふんふん。よし、カリンちゃん、ちょっとだけ先生とお散歩しようか。
お散歩？あ、今は花壇の花が綺麗だぞ。蝶々もいるぞ。蝶々！あの、先生？すみませんね、お母さん。少しだけお時間頂戴しても。ええ、大丈夫かしら。あの先生方でもはっきりしなかったのに。赤松先生、まだお若いし、ちょっとチャラチャラしてるというか。もし治らなかったらどうしよう。何が原因なの？お花！綺麗だね。そういえば、かりんちゃんの妹ちゃん、かわいいね。もう少し大きくなったら一緒に散歩できるかもな。ゆうちゃんのこと？ゆうちゃんっていうのか。かりんちゃんはゆうちゃん好きか？うん！かりんちゃんはいい姉ちゃんだな。うん。なあ、かりんちゃん。お。先生はお母さんとお話があるから、かりんちゃんはあっちで待ってようね。うん！あの、先生、かりんは…お母さん、安心してください。かりんちゃんは病気も怪我もしていませんよ。え？でも足が。散歩中にかりんちゃん何をしたと思います？蝶々をね、走って追いかけたんですよ。え、まさかそんな、それじゃわざと歩けないふりをしてるってことですか？歩けないのは本当なんです。少なくともお母さんとお父さんの前ではね。なあかりんちゃん。うん。お母さん、ゆうちゃんに取られて寂しいか？そうだよな。いきなり赤ちゃんがお家に来てびっくりしたよな。かりんちゃんはゆうちゃんのこと好きか？うん。でもかりん、お姉ちゃんだからわがまま言わないの。お腹が空いてもママと遊びたくてもゆうちゃんのお姉ちゃんだから。えらい、すっげえ偉いぞ。そんな偉いお姉さんには蝶々探しゲームをしてもらおうかな。蝶々探し？赤ちゃん先生と対決してかりんちゃんが勝ったらご褒美があるかも。本当？あ、見つけた！じゃあ、それじゃあかりんは、それはつまりストレスか気持ちの問題か、ゆずりはが生まれたことでかりんのわがままが症状となって現れたということを示してたの。つかぬことをお伺いしますが、お父さんのお仕事はお休みあります？ん？はい、多くはないですけど。そうですか。お母さんお仕事は？カリンが生まれる前までは。その時もお休みはありましたか？ええ。仕事や学校にも休みはありますよね。でも世の中には休めないものもあります。例えば母親とか父親とかお姉ちゃんとか。お母さん、俺が今から言うことはあなたを追い詰めてしまうかもしれないです。でも聞いてください。かりんちゃん、お姉ちゃんを少しでも休ませてあげてください。お姉ちゃんを休ませる？休みたくても休めない、我慢しなくちゃならない。疲れてるけどこの仕事はやらないと。ゆずりはのミルク代とかりんの予防接種代で金欠だから我慢。俺たち大人には割り切らなきゃならないこともありますよね。でもかりんちゃんはまだまだ小さい。まだそれは難しいんです。ご家族のいないところじゃ何の問題もなく動く足が、お家だと寝ていて意識がない時ですら無自覚に動きを止めてしまう。お二人の気を引きたくて、でもそれは誰のせいでもないんです。かりんちゃんのことお姉ちゃんとしてだけじゃなく娘さんとしていっぱいいっぱい可愛がってあげてください。赤ちゃんに手がかかるのは仕方ないことです。でもかりんちゃんもまだまだ甘えたい年頃です。ママ！あなたのこともちゃんと見てるよということしっかり伝えてあげてください。はい。それからたまにゆずりはをおじいちゃんたちに見てもらって、かりんと二人で出かけたり、お父さんと三人でたくさん遊んだり、ペンギン！一緒にゆずりはのお世話をしたり。ゆうちゃん、うさぎさんだよ。そうしてるうちにいつの間にかすっかり元通りになったのよね。おお、何日かした頃に普通に歩いて起きてきたな。お腹空いた。あ、歩いとる。何その話。私全然覚えてないんだけど。なんか恥ずかしい。私も初耳。そんなことあったのね。聞こえが悪いかもしれないけどね、手探りだったのよ。どっちを特別可愛がってるなんてつもりはなかったし、二人とも可愛い娘よ。でも生まれたばかりのゆずりはに自然と意識がいっちゃって、きっとかりんには無意識にないがしろにされてるように感じさせちゃったのね。
子供のわがままと言っちゃそれまでだろうが、親からしたら子供の一挙手一投足が一大事なんだ。それと同じくらい、いやそれ以上に子供にとって親ってのは世界そのものみてえなもんだからな。ま、だからってわけじゃねえが、そんなに器用な。とにかくこれから生まれてくる子も茜もたっくさん可愛がってやれ。差をつけちまいそうなら両方ともたっぷり可愛がればいいんだ。何かあったら私たちにだっていつでも頼りなさいね。私は誰かに頼るのが申し訳なくて全部一人で抱え込んでしまったから、私自身もいっぱいいっぱいだったのね。きっと茜だってあなたや徳佐さんだけじゃなく私やお父さんにも愛されてるって思えればきっといつでも笑顔でいられるはずよ。私だって茜をベッタベタに甘やかしてやるんだから。ずっともやが晴れていくような気がした。私自身も覚えていなかった幼少期の話を聞いて、両親の話を聞いて、それに何より徳佐くんが近くにいるわ。あなたたち夫婦ならきっと大丈夫よ。そうね、ママは茜のことも赤ちゃんのことも大好きだからきっとなんとかなるわよね。こんにちは。お、噂をすれば。パパ、子育てにはこれからもきっとたくさんの出来事が待っている。でも私たちならきっと大丈夫。ご視聴いただきありがとうございました。赤ちゃんが生まれたことによって自分がお姉ちゃんになったということも、赤ちゃんの世話も大変だということも頭では分かってるはずなんですよね。とはいえそれが我慢できない、まだまだ子供だというのも事実で、そんな時お姉ちゃんを休みさせてあげて目いっぱい甘えさせてあげることが重要なんですね。全く考えの中に出てこなかったことですが、言われてみれば確かに母親父親なんかもお休みなんてものないですもんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。